今日はですね、留学前に学校を決めないという選択肢についてちょっと話してみようかなと思います。僕は留学を決める前にですね、学校を決めて、でその学校を卒業したら、まあ、こんな風に就職してで現地で働こうっていうところまで、まあ、なんとなくは一応描いてから、で正式に留学をすることを決めて、で家族や、会社に、伝えるっていう、まあ、そういうプロセスでした。先に学校を決めたんですね。でその後で留学をしようと完全に決意したのはそういう順番でした。であったんですけど、こっちで出会う人の中にはまず留学することを決めて、でとりあえずこっちに来て、こっちに来てから学校を探すっていう人にも、出会うことがあります。こっちに来てから学校を決めるっていうのは一見するとリスクが高そうだなと思うんですけど、もしかしたらそれも案外理にかなった方法なのかなっていう気もしてきてます。まあ、というのもですね、だいたいどこの学校も、体験入学みたいなことをやってます。まあ、授業2回分とか1週間分の授業とか、まあ、そんな感じで無料で事前に体験入学をすることができます。ちなみに、まあ、僕がメインで通った ESL である ICEP、まあ、BCIT というカレッジの付属の ESL なんですけど、ここはまあちょっと特殊で、やっぱり、まあ、州立だからっていうのもあるかもしれないですけど、体験入学とかは多分なかったと思うんですね。ただまあプライベートの私立の ESL に関しては、まあ、ほぼどこでも体験入学っていう制度が用意されてるのかなと思います。だからまあ選択肢もすっごい多いんですね。まあそういうことなんで、まあ、一度観光ビザとして入国してきて、そこから学校を探して、で、まあ、高校って気に入った場所を見つけたら学生ビザに切り替えるとか、まあ、そういったのももしかしたら一つのやり方なのかもしれません。ごめんなさい、あのビザとしてそういうやり方、観光ビザで学校を探すっていうのが、合法的に OK なのかとか、そういうのはちょっと僕はよくわからないです。まあ、ビザの件は置いといて、まあ、一度こっちに来てから自分の目で見て、自分で実際に授業を受けて、自分に合うか合わないかとか、先生が実際いい先生がいるのかどうかとか、そういうことを自分で判断してから学校を決めるっていう方が、もしかしたらね、日本の留学エージェントとかでもう全部お金払っちゃってここって決めちゃって来るよりは、もしかしたらいいかもしれないとも思います。それから、留学エージェンシーもですね、何も日本で見つかる留学エージェンシーだけじゃなくて、現地にも留学エージェンシーってあるんですよね。でそういうところに相談して学校のサポートしてもらったりとか、別に全然無料で教えてくれるし、もちろんね、その学校が決まったら学校側からキックバックがあるのがこう留学エージェンシーのビジネスなんですけど、まあ逆に言ったら自分はそんなにお金払わなくても、あそこ行ってみたらここ行ってみたらと教えてくれるし、まあそういうエージェンシーを使って、現地で探すっていうのも全然いい手かなと思います。まあとは言ってもその現地のエージェンシー探すのも大変っていう人もいると思うんで、まあもしどうしてもそのバンクーバーに限ってね、どっかいいエージェンシーないっていう話であれば、全然教えるんで、また何か聞いてください。でまあ結論としてはですね、事前に学校を決めるのか、こっちに来てから学校を決めるのか、どっちがいいって、まあ、全然結論とかないんですけど、留学前の僕は学校を決めずに留学するなんてことをなんか考えたこともなかったんで、でもなんかそういう人がこっちにいっぱいいるっていうことを知ったんで、まあ、そういう意味でそういう人もいるんだよっていうことをまあシェアしたら、まあ、誰かは あそっかそういう人もいるんだみたいなね、そういう人もいるかなと思うんで、ちょっとシェアしました。何か参考になったら幸いです。そうですね、平均留学ネタも続いてますけど、これからも留学、海外生活、海外就職ネタ続けていきますんで、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ以上です。ありがとうございました。